Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out. Don't lose your youth, cause I can stay inside and... 皆さんこんにちは。アロハー。ハワイ在住18年のミナミです。いつもご視聴ありがとうございます。先日知り合いのご家族と一緒に隠れ家的朝食レストランに行ってきました。今日はそちらのお店のご紹介と、動画後半では先日ご紹介した雑貨屋さんリルキューティーさんの最新情報をお届けいたします。最後までぜひご覧ください。今私はワイキキから10分ほど北に走ったマノア地区を走っています。ちょうど右側にはオバマ元大統領の母校プナホースクールがあります。ここを左に曲がるとタンタラスの丘ですよ。ハワイを制すならマノアを制してと私が勝手に言ってみましたが、マノアにはハワイで一番有名なスターバックスやめちゃくちゃ美味しいと評判のポケ専門店オフザフックがあります。そして過去動画ハワイのパン屋さんで私が1位に選んだフェンドゥさんもこのマノアのエリアにあります。私の大好きなエリアです。今日の目的地はこの分かれ道を左に進みます。緑に囲まれた閑静な住宅地、遠くに山々が見えて、なんとなく日本の神奈川県逗子みたいだなぁといつも走りながら思っています。ここをまっすぐ進むとマノアの滝ですが、レストランは手前左手に入り口があります。うっかりしていると通り越してしまうくらい隠れ家的スポットです。さあ間もなく入り口が見えてきますよ。ちなみにこの看板は歴史建造物のある場所に立っています。大きな木に囲まれた駐車場、8時オープンで今は8時15分ですが、もうたくさんの車が止まっています。自然がいっぱいで気持ちがいいですね。車を駐車してレストランの方へ行ってみましょう。1922年からワイオリティールームとしてオープンしていましたが、2014年に惜しまれつつも閉店。しかし2019年新しいオーナーのもと、バイオリキッチン&ベイクショップとして生まれ変わりました。歴史的建造物として認定された建物は築100年、緑に囲まれたガーデンを見ながら奥に進んでいきます。もうすでにすごい行列。食べ物をオーダーしてからテーブルに座るというスタイルです。インテリアの一つ一つがノスタルジックな雰囲気でとっても素敵。並んでいる間にメニューを見に行ってみましょう。ワイオリオリジナル T シャツやマグカップ、なんだかとっても可愛いですよね。並んでいる間も苦にならないです。こちらが朝食メニュー。アサイボウル、卵とチーズのクロワッサン、バナナパンケーキにロコモコ、朝食ボウルなど。そして右側がランチメニュー。スープ、サラダ、BLT サンド、ハンバーガーなどなど。ダイニングエリアは大きなテーブルやソファーなどもあってとっても素敵です。もともとは孤児院だったこの施設。当時の写真があちこちに飾られています。
お店で焼いているパンも美味しそうですね。パン好きにはたまらないです。スコーンやマフィン、クロワッサン、アーモンドクロワッサンもありますよ。こちらは2エッグ、ベーコン&トースト、エッグチーズクロワッサン、朝食ボール、チャーハンが下に入っていて、上にスクランブルエッグとトーストとベーコン、まさにダイナミック盛りです。どうぞどうぞ。バナナマカデミアパンケーキ、ココナッツシロップ付きです。上にココナッツとマカデミアナッツがかかっています。ココナッツシロップは温かくて甘すぎず美味しかったです。でも一番美味しかったのは朝食ボール、チャーハンが最高に美味しかったです。皆さんもぜひハワイの隠れ家ワイオリで朝食をいかがですか。さあここからは庶民の味方、ハワイのかわいい雑貨屋さん、リルキューティーさんの最新情報です。先日 YouTube で紹介した後、大反響でたくさんのお客様が買いに行ってくれました。皆さん買いましたよって写真を撮って送ってくれるんです。ありがとうございます。前回紹介した商品で売れてしまったものもあるので、今日は最新のおすすめ商品を紹介します。アロハこんにちはこんにちは。今日はアップデートインフォをもう一度撮らせていただきます。素敵素敵。シーブルーキャンパスバッグは作るたびに売れちゃうそうです。この小さなアロハ巾着$1.50。ハワイの砂と小さな貝殻が小瓶に入っているボトルは$2.99。こちらの可愛いアロハポーチは全部で6種類$2.99。可愛らしい毛抜きは$1.99です。ハワイ柄のコンパクトミラーは$4.99です。こちらパイナップル柄のアロハ巾着は3種類の大きさがあります。 S サイズが$2.50、 M サイズが$3.50、そして L サイズは$4.50です。配るお土産用に私が作ってみました。いかがですか。このクッションカバーの中から、何このワンちゃんの、ワンちゃん好きはたまらないんじゃないですか。これわー、これかわいいじゃない。これ埋もれてたよ。もう次から次へとどんどんかわいいのが出てきて、あらあら、これこれでバッグ作ったらかわいくない。いや、このデニムの柄かわいい。これこんなかわいい子見つけたよ。ダックスフンド、ダックスフンド、レッツハブアドベンチャーって、ほらスタバ。今日のおすすめはこちらです。お気に入りの柄でトートバッグを作ってもらいましょう。今日の動画はいかがでしたか。マノアの隠れ家的レストランにぜひ行ってみてくださいね。ハワイは最近たくさんの日本人観光客を見かけます。年末に向けてもっともっと戻ってきてほしいですね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そして皆さんのコメントを待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。Have a nice weekend! マッハロー! バイバイ!